水沢美香です。今日は令和3年4月18日です。 日本時間の4月17日にワシントン DC で日米首脳会談が行われたこと、もう皆さんもご存知だと思います。共同声明に台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促すと、台湾という文言が明記されたこと、私もとりあえずは良かったなと思っています。今回、共同声明に台湾が明記されたことなど、 まるで全てがバイデン政権の手柄なんだというような解釈が一部ではなされていますが、全然違いますから。トランプ政権の時にしっかりとした道筋をつけたからこそ、例えば、ポンペオ前国務長官が今年の1月9日に、米国外交官や他の政府当局者による台湾との接触を過去数十年間にわたって制限してきた国防省の内規を撤廃するとの声明を発表したことなど、 いろいろと米体で石を作ったからこその今回の解挙だったと思います。今年の3月4日にアメリカのビューリサーチセンターが行った世論調査の発表では、アメリカの国民の9割が C 国のことを敵か競争相手だと思っているという結果が出たんです。そして今なお米国民の半分が共和党支持者で、そのほとんどがトランプ前大統領の支持者なんですよ。 ですからバイデン政権も、そのアメリカ国民の大いなる意思を無視できないからこそ、トランプ政権が敷いたレールに沿わざるを得ないという大前提があることも否めません。もちろん、バイデン氏をはじめ、親中派が多いアメリカ民主党政権とは言っても、中には派遣主義を剥き出しにしている中共に対して、 安全保障という面で危機感を募らせている良識派もいるからこそ今回のような日米共同声明を発表するに至ったのだと思います。ただ、アメリカ国民の多くは今のバイデン政権に対して日々不満を募らせていっていると言います。これに関してと、現在のトランプ前大統領やその支持者たちの動きはまた別の動画でお話しします。 来年はアメリカ、もう中間選挙がありますから、州の中には州知事や州務長官の選挙もあったりして、共和党の候補者はトランプ前大統領の推薦がないとなかなか受かりにくい状況ですし、前回の大統領選挙の不正疑惑も各州で解明されていて有権者が目を光らせています。ちょっと話はそれますが、例えば、 アリゾナ州で投票機と票の鑑定を行うことになったピューリッツァーさんという人は、ある人から調査を降りてくれと頼まれて、その際、日本円で約11億円を提示されたということなんですよ。この人は、台湾の TSMC とか Google とか Cisco など330を超える企業に対して、テクノロジーに関する特許を保有している発明家なんです。企業家でもあるんですが、この方自身が証言していることなんですけれども、 そういう卑怯な申し出があったが、自分はアメリカの国益のためにその申し出を断ったと。そんな告白をされているんです。そういった話をはじめ、各州でいろいろとみんなが知るべき情報が上がってきているんですが、大手メディアは相変わらず一切報道しません。そもそもトランプ前大統領やその支持者たちがツイッターやフェイスブックをバンされたりして、明らかに不当な言論弾圧を受けていました。 今もアメリカの半分の国民の意思というのが大手メディアでは反映されていないわけなんですよ。ですから私たちが少しでも真実の情報を伝えたいというのはメディアとのバランスですよね。もう少しフェアになるべきだと思うのでこうした情報を発信しています。それで話を日米共同声明に戻しますが、情けないのは日本の対応なんですよ。C 国は 台湾という直接的な言葉ではなくて、台湾海峡という間接的な言葉が入っただけでも、強烈な不満と断固とした反対を表明しています。本来ならば、日本の方から、日米共同声明には、もっと直球で、堂々と、台湾という国名を使って力強く行きましょうと。そういう働きかけをアメリカに対してすべきだったんです。そんなことで四国が起こるんだったら、日本の方から四国に対して経済制裁すべきなんです。 先日も C 国の超立憲報道副局長が福島の処理水のことを汚染水と言って麻生副総理に対して飲んでみろと挑発的なことを言ったり、ご高校外務次官補に至っては現代文明国家の行いではないと在 C 国のるみ大使を呼び出して文句を言ったりしていました。もうどの口が言うのかという感じですよね。C 国には言われたくないですよ。C 国の方こそ。 現代文明国家の行いとはとても思えない汚染水を訪問で垂れ流していますし、PM2.5 の大気汚染で日本をはじめとする近隣諸国に多大な害をまき散らしているじゃないですか。日本を敵視してひどい言動ばかりとる C 国に対してもうこれ以上日本政府は顔色を伺う必要なんてないんですよ。日本国民の約9割が C 国に対して良くない感情を抱いているんです。 多くの日本国民はアメリカとこそ足並みを揃えたいと考えているんです。尖閣諸島周辺の海域にしょっちゅう C 国の海警の準軍艦が入ってくることに対しても日本国民は大変危機感を抱いていますし、アメリカとの協力が必要だと本気で考えているんです。それを未だに目先のチャイナマネーに目がくらんで、経団連も四国依存をやめられませんし、 財務省などの官僚や、そして政治家も、経済と政治と安全保障は別物だと考えて、C 国に情報を取られても、いまだに甘い顔をして、スパイ防止法すら作ろうとしないじゃないですか。今回、米国の政府関係者からも、日本に対して不満の声が上がっていると言います。アメリカは C 国と貿易戦争をやっていて、経済面でも見送る覚悟で向き合っている中、 日本は四国から経済的な利益を得ようとして、たや尖閣諸島など安全保障面ではアメリカに守ってもらおうというのは虫が良すぎる、不平等だ、日本はずるいと、そういう声が上がっていると言います。日本国民である私ですらアメリカが起こるのも無理はないと感じてしまいます。こんなの、警告が行っているコウモリ外交みたいじゃないですか。菅総理も会談で自分の方から 日本の防衛力強化への決意を述べたと言っていましたが、その決意をアメリカにも、そして日本国民にも示すために、まずは菅総理自身が尖閣諸島の上陸視察をしてください。いつになったらその本気の決意を誰しもが見える形で示してくれるんですかこれ以上中ブラリンな外交をしていると、アメリカにも見限られてしまいますから、C 国のことはきっぱりと切り離し、 日本もアメリカのように台湾関係法を作って、ゆくゆくは台湾のことを国家承認して、日米台で軍事同盟を築いていく。そして、四国や K 国、北やロシアなどの大陸の脅威と対抗していくことが大事です。そういう、確固たる日本政府の菅政権の意思を国内外に示してください。今回の日米共同声明では、 半導体などのサプライチェーンの育成や保護についても日米で協力していく方針を再確認したということですが当然日本の産業育成という面では日本政府が補助金をつけるなどして半導体などの日本のメーカーがもっと日本でものづくりできるような環境を整えていくという長期的な国家としてのビジョンを築いていただきたいと思います 日本の企業もお金さえ儲かれば日本の国益なんてどうでもいいみたいな発想では情けないです。それに実際問題、四国の人件費はどんどんと高騰していて10年前、20年前と同じような儲けを期待していてもなかなか思うようにいかない面があります。それに反日の不買運動や焼き打ちが起きたりいざ四国から撤退したいと思っても 簡単には C 国政府が撤退させてくれないなどいろいろな問題があります。ですから各企業は経済安全保障という観点から総合的に危機意識を持って判断して日本の優位性をもっと積極的にアピールするなど日本の企業ちょっと推しが足りないんじゃないかと思うんですよね。海外の企業に比べて。なので根本的な発想の転換、企業戦略の見直しなども行っていただきたいと思います。 ということで今日は日米共同声明に台湾という文言が入ったことはとりあえずは画期的だったということなどをお話しいたしました。はい。今日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございます。励みになりますのでチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いいたします。失礼いたします。<music>